パさん、トモさん、こんばんは。まさみちゃん、こんばんは。ゆきさん、こんばんは。なんか今日じゃないね。なんかあまりにもこの5月6月の初めまでが時間がなんか慌ただしすぎてかなりついていけてないんですけど私。まるままさんもこんばんは。どっから話したらいいかな。なんか結構私5月多分1ヶ月の半分くらい寝てたんですよね。すごい調子悪くって、で、やっぱり運気の影響ってあるなって思ったので、ちょっと6月中にちょっとリリースできたらいいなと思うんだけど、7月にはラインアットで、毎日運気、ね、今日は何の日ですとか言って、土の今日何だったんだっけ、今日はそもそも今日は、あ、そうだ、今日は水の絵猿だったんだよね。今日って6月4日で水の絵猿って書いた気がする。で、明日が6月5日で水のと鳥なんですけど、明日で、5月の明日は月の、旧暦で月の切り替わりの時なんですよ。明日までが土のと実で、明後日から6月6日からカノエ馬に変わるのね、月が。だからこう今日先月じゃないか、5月、6日から6月の5日までが土月だったんだよね。私やっぱちょっと土のエネルギーが来ると結構きついんですよね、体調が。っていうのをやっぱ気づいて、そういうなんか、なんか私リッチンって言って、柱の並びが同じなんですけれども、紀州水面のね、あ、今日ホワイトボードがある。なんかね、多分紀州水面知りたいけどなんかまだあんまりよくわからないっていう人って、なんか多分私が喋ってるのってカタカナで聞こえると思うんですけど、あの私ってリッチンっていうね星を持ってるんですけど、リッチン、中水名で柱リッチンっていうのがありましてね、リッチンっていうのは四柱推命の日中、月中、年中どこかの柱の2つが一緒のことをリッチンっていうんですよ。で、リッチンの人だから柱が一緒ってことは同じエネルギーを2つ持ってるっていうことなので、それだけ、なんていうのかな、健康運がね偏ってんの。だから割と、エネルギー、それだけ、同じ方向にアウトプットする強い力を持ってるんだけど、それだけ割と健康運って偏ってるから、やってくる暦のエネルギーに影響を受けやすいんですよね。なのでそれゆうこりも結構言ってて、なのでなんかそういう、
自分とやっぱり相性がいい、自然界のエネルギーってあって、それはもちろん相性、人との相性って意味もあるんだけど、気分とか、体調っていう意味でもすごく出ていて、なのでそんなこともね、これからはお伝えしていきたいなって。 LINE アットでこう毎日やってくる情報と照らし合わせながら、多分私ってここら辺あんまりこう気分が安定しにくいんだろうなと思ってれば、そこってやっぱ無理した予定入れないと思うのね。私5月結構やっぱり本当によく体調崩したので、そういうことをまたちょっとねお知らせする講座を作りたいなと思ってるところではあるんですが、なんでそんな説明をしたのか忘れちゃったんだけどあ、そうそうそう、忙しかったっていう説明したの。5月6月めちゃくちゃなんか体調も崩してたし、ちょっとオンラインサロンにも入ってたので、すごい自分と向き合う1ヶ月だったなって思っていて、で日曜日に、東京まで行ってきて、で講演会も出てたりしてたんですけど、なんかそうだな、なんかすごいずっと4月5月よくわかんないけどモヤモヤするって感じがあって、モヤモヤしてる理由が分かったっていう感じがあったんですよね。講演会に理由が分かったぞみたいな感じがあって、それはやっぱりなんか一言で言うと、なんか自分を信じてなかったんだなって思ったんですよね。こんなになんか、四柱推命とかやったり心の勉強してて、ある程度もう自己肯定感も上がってきたし、自分を信じてるんだろうなんて思ってたけど、やっぱまだまだ甘いなと思って、なんかやっぱりいつもどこか、どうせ私なんてとか、私大したことないよねとか、やっぱりすごい多分ほとんどの人が、罪悪感と無価値感と無力感ってもう気づかないくらい普通の自分としてもなんかべったり張り付いちゃってて、どんだけ罪悪感感じて無力感感じて無価値感感じてて重くなっちゃってるかって分かってないんだと思う。信じきれてないっていうことを知らないくて毎日息を吸って生活しちゃってんだろうなと思うんだけど、なんかそこから外れた人ってやっぱ出会うとかなり雷打たれたようになるというか考え方とかね。講演会ってすごくなんか本当に罪悪感、無価値感、無力感を置いていけると限界ってないんだなってなんかね、その社長さんは本当に専業主婦から自分で会社を立ち上げて、今は、住宅会社の社長さんをやられてるんだけど、今その会社って4、50億らしいんですよ、年商が。なんか数年後には1000億になりたいって言ってて、で1000億ってよくわかんないでしょって言ってはぁ、みたいな、私もよくわかんないのみたいなえみたいなでもなんか1000億ってこれくらいの会社らしいから、なるほど、じゃあ私そこ行ってみようみたいな感じなのみたいな。だからそこになんかできないとか、私ができっこないとか、そんな私大したことないしっていう考えすら浮かばないんだなって思ってとかね、なんかすごくなんか普段自分が抱えている無価値感、無力感、罪悪感がどんだけあるかっていうことに、ない人と一緒にいると気づく、やっと気づく、初めて気づく、で本当に自分を信じてないっていうことに気づく、信じるってどういうことかを知るみたいな。なんかツイッターでは書いたんだけど、なんかねこの講座のねまとめもし、講演会行ったらまとめもしたいと思ったんだけど、なんかやっぱちょっと今なんか流れるように時間が過ぎてて、ちょっと明日やっと立ち止まりそうなんで、明日書きたいなと思ってるんですけど、ちょっとね今いろいろ気づきが溢れるようにあって、なんか書く作業に追いついてないんだけれど、なんかだからもうほとんどの人が私はできないっていう世界に生きていて、じゃあどうしたらできるっていう世界に移行するかって、いろんな方
本がある書いてあると思うんだけど、本当にねもうそっちの世界に行っちゃってる人と出会うのが圧倒的に早いなと思ってて、うん、で昨日知ったっていうか日曜日知ったできるの世界の一つは何だったっけな、そうなんかね、そうそうこれがすごい、この言葉がすごい衝撃的だったの。どうせ僕の実力では10位以内しか入れないと思ったら、もう練習のレベルで10位以内がしか入れないレベルの、なんか練習しかもできないんだってだってどうせ10位以内しか入れないから、だからなんか1番になれる練習をもう最初からしないんだって。だからそれは、みんながみんな、なんていうの、東大に入らないけれど、どうせ東大になんか入れっこないと思って最初から諦めて、その勉強しない、やろうともしない、やることすら思いつかないっていう人がほとんど。だから別にみんなが東大目指せってわけじゃないんだけど、っていうもんなんだよねって話をしてて、本当そうだなと思ってて、だから本当にそうしたいって、いや、やればできるんじゃないって思えた瞬間からその道っていうのが見えるんだよね。だし思わぬ力を発揮できるし、思わぬ応援を受けられるもんなんだよね。でそれってあれできるかもって思うところまで割と強い気持ちを持って、そこまで一歩一歩やっていくしか、そこって開かれないんだなって、あれできるかもっていうところまでなかなかほとんどの人が開かれないんだなっていうのを思ったんだよね。なんかこれ本当今このなんか曖昧な言葉で伝えてるのがすごい心苦しいんだけど、なんかこれさ今日ね、そのグレーディングマップ買ってくれた人と、無料でお話し会やってるんだけど、もう3人の人とお話したんだけど、今日3人の人にはなんか違う形で同じことを喋ってたんだけどね、自分を信じられないとか、本当にやりたいことがわからないとか、それって本当に自分がわからなくなっちゃってるってことだと思うんだけど、本当に自分がわからなくなっちゃってるって、生まれた時に、生まれて物心気づいた時には多分ないんだよね。だから何とかしなければ、こういう生き方をしなきゃいけないってい、いっぱい刷り込みが入ってて、みんな忘れちゃうもんなんだと思うんだけど、なんか、稼がなくちゃいけないとかね、ちゃんとしなくちゃいけないとか、大人にならなくちゃいけないとか、自立しなくちゃいけないとかね、そういうので、自分が分からなくなっちゃってると思うんだけれども、本当はみんな知っていて、それを思い出すっていうのをみんなすごい今一生懸命やっていて、それを一つ気づくきっかけとしてクリアリングマップを買ってくださってる方が多いんだろうなっていうふうに思ってます。でなんか LINE アートでは紹介させていただいたんだけど、本を買いそびれちゃったっていう人は、ちょっと限定10冊で あったから売りたいなと思ってるので、ここに希望者様は LINE アートの方から申し込みください。でそうだから、できると思った人だけに道は開かれる。じゃあできるってどうやったら思えるかっていうと、本当積み重ねでしかなくって、一個一個やっていけば開かれるんだけど、なんかその2人講演してくださったんだけど、もう一人の方が、筑波大学に入った後に箱根駅伝を目指された方だったんだけど、もうその箱根駅伝出たいって思いはね、消えることがなかったんだって、4年間ずっと。でも箱根駅伝ってさ、一人で出れるもんじゃないじゃん、集団スポーツじゃない。でもなんか筑波大学ってほら有名校じゃないじゃん、箱根駅伝の。だから入ったらびっくりしたんだって、全然そういうレベルの子がいないし、そういう願望を持ってる、本当に箱根行けるって思ってる子がいないってことに気づいて、もうなんか1年生の時になんか陸上競技みたいな雑誌を買って、160人くらいって言ってたかな、に勧誘の手紙を一人ずつ書いてたんだって、高校宛に。すごいよね。で勧誘から始まり、でも勧誘だけじゃ全然なんか出れるって思ってないってことに気づいたんだって。でそれはどういうことかっていうと、みんななんかその人が2年生になる頃には周りでも、俺も箱根駅伝出たいっていう人が増えてったんだって。
だけどじゃあ箱根駅伝に君は何区で走りたいのって聞いたら、誰一人あの僕は箱根駅伝行って2区で走りたいとか4区で走りたいっていう人が一人もいなかったんだって。ということは口では箱根駅伝に出たいって言いながら、腹の底では何を考えてるかっていうと、リアルに考えてない、あのそういう箱根駅伝で落ちちゃった人たちって当日何をしてるかっていうと、あの間もなく選手来ますから下がっててくださいって、あの脇でさ、あの見てる人たちをこう支えてる人たちいるじゃ ん、 なんか白いキャップみたいかぶってなんかパリパリの着て、あれをやってるんだって。だから、出れなかった人たちはもう出れないって、あそこお正月は、沿道でなんかこう支える係っていうのが染み込んじゃってるんだって。だからね、それは信じてる。きっとどうせお正月は支えをしてる、沿道で見てる、しかも背中でっていう自分は信じきれてても、実際にリアルで箱根駅伝に出て自分は何区で走るんだみたいなことは信じきれてなかった、誰一人で。それじゃいけないと思って箱根駅伝のところを、みんなで走ったりとかしていって、だんだんやる気になったんだけど、4年生の時にはたって気づいたんだって。おお、4年間でここまで来たぞと、でもあと一歩だと、今年出れる気がしないと。でその人は、もう絶対箱根に出たいから留年するっていう決断をしちゃったんだよ。でね、それでそこからすっげえなと思って、留年ですらゲーと思ったんだけど、あの周りも説得して、同じ学年の子全員十何人いたらしいんだけど、全員留年させたらしいんだよそしたらでもその時初めてスイッチが入ったんだって。なんか留年するイコール本当退路を断って絶対箱根に出ると、ここまでやったからに箱根に出てやるってみんなが思って、でまあその人ほら1年生の時からさ、4年生の時までもう勧誘してやってたから、もう出るぞってなった時に、なんかその日本テレビだと思うんだよね、箱根駅伝ってやってるって、日本テレビで日本テレビから有力大学として取材が来るようになったんだって、注目選手として。でそしたらもうみんなときめきだっちゃってもうどんどん出れる気になって、そしたらやっぱり、ね、いろいろが変わってったんだって。まずまあそれももう4年生くらいの時には、あの練習はその優勝校並みに練習はできるようになってたらしいんだけどね、あのエントリーされる子、あの大学レベルで練習はできるようになってたんだけど、練習できるだけじゃなくって食生活とか睡眠とか、あと普段歩くこと の、 その意識、例えば、その全然意識してない時はアスファルトも平気で歩くけど、もうアスファルト歩く道を減らしたりとか、シューズを気にしたりとか、歩く姿勢ですら膝に負担がかかんないように注意したりとか、もう本当に、出るため、もう出て当然、出られる自分たちは、だからそういう細部にわたってまで意識できるようになったっていうくらい。だからなんか自分を信じるとか、夢に向かうとか、スイッチが入るって、なんか最初はすごい小さなところで全然及ばない努力をしてるんだけど、多分それが積み重なった時に、ある時本気で出れるって信じられるようになって、なんかある時からグッてステージが変わると思うんだけど、それってやっぱり、なんかほとんどの人は根拠なく信じられる人は少ないから、一個一個積み重ねて行った先に、なんかある時すごいシフトする瞬間がやってくるんだろうなって。それが、強い願望であり、自分を信じることであり、自分を信じきれるようになるためには、なんか一つ一つ強い願望、本当にやりたいことっていうのはみんなあるはずなので、本当に、まあ、でそこの発掘が難しいっていう質問がされたんだけどさ、で私もね、それを話を聞いた時に、私ってそもそも何なんだって、やっぱすごい自分に振り返ったの。私の強い願望って何なんだろうって思った時に、私にとってやっぱり人生でものすごい強い衝撃を受けたことがやっぱ何個かあったかなって思い出して、それをすごい振り返るために山ごもりしたんですよ戸隠神社にこもってみたみたいな。
で戸隠神社の奥社行って、もうすごい気持ちよかったんで2時間ずっと願望書き出しワークをやってたんですよめっちゃ気持ちよかったんだけど、なんか戸隠神社今すんごいもう楽園みたいで、いや世の中にこんなに美しくて豊かな世界ってあったのかなって思うくらい、もうすごい気持ちよくて、トイレのさえずりとか入ってくる日差しとか緑とかがもうめちゃくちゃ気持ちよくて、ほんとハッてなる中にものすごいピリッとした男性のエネルギー感じるんだけどね、戸隠ってっていうことを感じていて、願望ワーク100個、自分の願望をあのクリアリングマップと同じ要領で止めずに書く、全部ジャッジしないで書くっていうことをやってみた。だからやっぱすごい気づきがあって、なんかね最初50個ぐらいはね結構愚痴だったの。やっぱり今の私の生活って結構4月から変わってしまって強くて、家計に6月末からお金を入れるって、いくらいくら5万円なんだけどね、5万円入れるって決めた瞬間からなんかやっぱりすごいプレッシャーを感じたんだね、ずっと。でもそうしたいから頑張ってやってるわけなんだけど、プレッシャーだからすごい窮屈っていうよりもなんかすごい頑張ってるって感じかな、すごく自分を追い立てて頑張ってるって感じが分かってたんだけどあって、でもそうしたいからやってたんだけど、なんか今回この、自分を信じるとか本当にやりたいことってなんだろうとかいうのをもう一回やっぱり考える機会を与えられた時に、私がこの人生で本当にやりたいことってやっぱ魔法使いになりたいんだなと思って魔法使いって何かっていうと、もうなんかでこれ大木さんもね同じことを感じたんだけど、もうただ触れるだけで、ただその人がいるだけで雰囲気が変わるし、もう私本当に大木さんに触られただけでうわってくるものがあったの、やっぱり。でそう人のその深いところにこう触れられる人になりたい、触れられて何か本当の自分に変わられる、そういうこう影響を与えられる人になりたい、魔法使いみたいな人になりたいっていうのは、本当にそれはものすごい強い衝撃とともに出会いで感じていて、でそれに関しては私やっぱりブレないなと思って、そこに関してはものすごく強く感じてるなと思って、でなんか四柱推命はなんか分かりやすくそれを伝えてくれるツールなんだよね。なんか四柱推命で私は全部ができるっていうふうには思ってないんだけど、それは本当になんか大切な自分のツールで一部だと思うから、やっぱり伝えていきたいなと思って、なんか四柱推命についても今ちょっとすぐ伝えはられないんだけど、なんか自分の中でもすごく大きく昨日決意したんだよね、なのでちょっとみんなも本当の自分のやりたいことってなんだろうと思うことが知りたいと思った人は、100個ジャッジなく願望を書いてみるっていうのがおすすめなんだけど、あんまり家で書くとねダメかも、家っても限界を感じるからでもうなんか100個書いててすごい恥ずかしかったんだけど、なんかね50個くらいはだからね今の生活に対する苦しさとか結構出てきた。なんかお金もっと欲しいとか、なんかなんだろう、まあお金欲しいとは全然いいんだけど、ね、眠いっていうのが出てきた寝たい、自分のペースで寝たいみたいな、なんか夫とももっと距離感欲しいとかも出てきたし、なんかね何なら離婚したいとかも出てきたし、でもなんかそういうのもなんかこれダメとかじゃなくてそう思ってんだなみたいな感じで、一つの願望として許してあげてほしいなと思うんだよね。そうすると次が出てくるからさ、で150個くらい書いた時にハタッとして、なんかそもそもここなんか戸隠しの奥者まで来ててなんか愚痴50個書いてる私みたいなはだって思って、悪いわけじゃないんだけど、なんかこんなところまで来てなんかこれ100個書くのかなと思ったらなんかちょっと違うなと思い始めて、いやいやちょっと待ってよみたいな、こう設定を変えましょうと思って、今目の前にもう神様がいますと、で神様が何でも叶えてあげるよと書いたらって言ったら、私これ書くかなって言って、いやいやいやこれ書かないと思って気を取り直して、なんか50個目からなんかやっと願望ワークらしい願望になってなんか欲とかいっぱい満載だったんだけど、靴が欲しいとかね、
ジェルネイルしたいとかね、宝石は出てこなかったな。なんか買いたい時に買いたい洋服が欲しいとかね、バッグ欲しいは出てきたとかね、やっぱり東京マンション欲しいとかねホテルはやっぱグレードアップしたいとかね、なんかそういうなんかすごい欲まみれのいっぱい出てきたんだけど、なんかそういうのはなんか可愛らしいなと思って、でやっぱちょっと一回またあのネガティブの方入ったりはしたんだけど、でもねなんか130個くらいがクッて世界が変わって、何が出てきたかっていうと、ねなんかねはたっと気づいたんだよね、やっとそこまで行ってあれと思って、私睡眠が十分で体力があってみたいな、だからね結構多かったのが体力がないっていう前提に立って、すごい願いをセーブしてることが多いってことに気づいたんだよ。でいやいや待てよと思って、人生一回限りだぞと思って、そんな何て言うんだろう、確かに体調は大事なんだけど、そこをセーブしてお金が欲しいっていうとこだけに私は人生を費やしていいのかなと思って、本当の願いっていうのは私は魔法使いになりたいと思ったし、なんかもっと人生を楽しみたいっていうのがそもそもだよねと思ったから、なんかやっと出てきたのが、そういえば私なんかマラソンやりたいんだわとか、そういえば私山登りしたいんだわとか、えっと思って、そういえばみたいな、なんかそもそもお金があって睡眠時間が十分で体力あったら何したいんだろうと思った時に、人と深く関わりたいんだ、しかもなんかこう時間も気にせずお金も気にせずゆっくり人とじっくり関わりたいんだなって思ったら、なんか今すぐやればいいじゃんとか思って、やっとね、したらなんかすごい、なんかそれまで離婚したいとかギャ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 騒いだのがなんかね、なんか どうでもいいまでいかないんだけど、なんかあんまり気にならなくなって、なんかできる限りのことをやればいいなって思うようになったんだよね。なんか不思議なんだけど、でもそれってやっぱり最初にすごい今の生活の苦しさとか辛さっていうものを出した上でやっと我欲とつながって、我欲も許せて出したから本当の願いのところにたどり着いた気がするの。なんか最初からなんかその美しい本当の願いの方にたどり着けたらいいんだけど、人間ってやっぱり辛かったら辛いって言いたいんだよね。だし嫌なものは嫌だって言いたいし、欲もいっぱいあるし、なんかそんなことでも全部なんか叶えてあげるのもいいんだけど、叶えられなくても認めてあげるだけでかなり世界ってなんか楽になってく。何せ自分にホッとするからだろうね。そのままでいいって自分のことを肯定してあげられるからだと思うんだけどね。っていうのでそれをなんかこう一人でもできるツールっていうのがクリアリングマップなんだけど、でこれを習慣化していく、自己需要自己肯定を習慣化していくと、日常でリラックスできる時間がすごく増えていく。自分のことを自分のままでいいって思える時間がすごく増えていくなって感じです。で、今日多かった質問ちょっと答えとこうかなって思ったんだけど、何だったっけな、なんかね、なんかちょっと忘れちゃったんだけど、なんかね、なんか書いててすっきりしないなと思ったら、具体的に自分がどんな時に止まっちゃうのか、すごい具体性を考えた方がいいよ。なんか具体的にここができないんだよな。例えばね、今日ブログを書きたいと思ってるんだけど、なんか書けないんですっていう質問があったんだけど、なんか書けないって思うんじゃなくて、どんな風に自分が止まってしまうのか、書き止まってしまうのかで、本当はどうしたいのか、なんかねクリアリングマップの本でも書いたんだけど、結構ねシンプルなんだよやっぱり。だからどんなとこで止まってて自分はどうしたいのかが分かると、それに対する最善の答えが分かるんだけど、今回の質問は、もっと書きたいことがあるんだけど、なんか話が飛んじゃうってことだったんだよ、端的に言うと。だから話を飛ばない工夫をすればいいのっていうのと、あとそもそもは、継続して書きたいっていうのが一番の気持ちだったから、継続して書くためには、完璧を求めないで、書き続けることがだから大事で、あのね、なんか続けるってどうしたら続けられるかって、あんまり基準を上げないことが大事で、基準を上げるとその基準
になってないとダメになるから書けないんだよ。でやっぱりあのブログ上手い人ってただ単に数こなしてるだけだからさ、数こなして質上げてるだけだから、だから最初はくだらなくてもいいから書けばいいし、例えば誰かのリブログするじゃない、リブログってリブログされた人ってめちゃくちゃ嬉しいんだよ。だって自分の言葉って一人だけだと届かないから、だからリブログしてあげるだけでその人はすごく嬉しいし、だからもうそこで愛の循環できてるんだよね。だからなんかこんなこと大したことないって思うんじゃなくて、ああ今日リブログできたイエーイくらいで全然 OK なんだよね。でそれをなんか徐々にレベルアップしていけばいいっていうのと、あとはなんかね、あのクリアリングマップ買ったんだけど書けないっていうのが今日質問されたんだけど、書けない場合はなんかやっぱりそれもなんか基本原理は一緒で、シンプルになんかこの中で一番大切なのは何かっていうと、本当にジャッジなくもうどんどん書くっていう、書いていけば気づくようになるからみたいな書かないで心に溜めててモヤモヤさせてるから自分がよく書かないっていうのがすごく多いから、もう書くことによってそこで客観視してそこで取捨選択すればいい。だからもうともかくジャッジなく書く、もう法則とかルールとかはできるようになったらやればいい、とりあえず書けばいいっていうのがあれで、でなんかね結構多い質問がやっぱ四柱推命結構皆さんよく見てくださってて、なんかだから私もねやっぱり四柱推命で目指すところの一つはなんか血液型とか占星術のように、なんか例えば私ヤギ座なんだけど、ヤギ座って現実主義よねみたいな会話がもっと多くの人とできたらいいのになみたいな、だから食人ってやっぱり子供よねみたいなのがなんかね、それはねツイッターやっててすっごい感じたんだよね。インスタはねまだ分かってくださる方が結構多いんだけど、ツイッターはねもうね圧倒的に分かってもらえないって感覚がすごいあって、その食人とか例えば帝王とか食人だとまだ分かりやすいんだけど、召喚とかさ書いちゃうとこれは何ですかって、まあそりゃそうだって感じなんだけど、分からない人の方が多すぎちゃって、これは教育レベルだみたいな思って、だからどうしたらこれが広がるんだろうってことをすっごい考えてて毎日ねそればっかり考えてんだけど、どうしたら先生術並みに四柱推命の知恵が伝わっていくんだろうと思ったら、やっぱり四柱推命のこと分かる人も人をたった一人でも多く増やしていくしかないと思っていて、そうするにためにはどうしたらいいかっていうと、ちょっと一個考えているのがワンデー講座みたいなのをやりたいなと思っていて、なんでかっていうとね、私もうなんかすごいなんか自負でもないんだけど、クリアリングマップの本がね、今さっきまであったのどっか行ってた、クリアリングマップの本ね、私ねもうここまで書くかっていうレベルで書いたつもりだったの。8万円の講座で使ってる資料ほぼ全部出してんの。分かりにこれ書いてもちょっと細かすぎて分かりにくいなっていうのは飛ばしてあるんだけれど、それ以外の8万円の講座の多分 80% は書いてる。でその 20% は何で省いたかっていうと、これ書くと余計分かりにくいなと思ったから省いてるだけで、だから詳細全部書いてるつもりでどうだって思ってたんだけど、それでも分からないって、あ言われちゃうんだと思ってそっかと思って、で、まあ、それで目指してるところっていうのがやっぱり、名識を自分が分かるようになって、人にもあなたってこういうところがあるよってアドバイスできるようになりたいっていう意見があって、そっかアドバイスかってなると、ある程度その柱の意味と監視の意味と星の意味と、あと数なんだよね、自分と数、家族と友人くらいまでのレベルは見て意見交換できる
納得、お互い納得できるレベルの回数を多分こなさないとダメで、なんかそういうのがちょっとできるワンデー講座、なんかその8万円でやってる講座は何を目的にしてるかっていうと、やっぱ鑑定士さんを育てる目的でやってるのね。でやっぱ鑑定士さんを育てるためにはやっぱ細かくそれはやって、最短でも2ヶ月ぐらいかけるぐらいやっぱじっくりはやってるんだけど、そうじゃなくて身近な人に、あなたの本当の自分ってこんな自分かもよみたいなのを、あなたが抱えてる心の悩みってこんなところかもよみたいなのを、もう草の根運動ですよ本当草の根運動的に広めたい、仕事でやりたいじゃなくていい、もう当たり前の用語になってもらいたい、それくらい市中水明って刺さるから本当の自分を出してもらえるもんだから、だからそういう講座を作って、みんながこうお互いにアドバイス伝え合える、それが共通言語になっていくっていうことを、なんか一個一個思いつくところからやっていきたいなと思ってんだよねっていう。そうだからね、今日お会いした方は偏在持ってるんだけど、自分がこの偏在っていうページのところ読んでても偏在っていう感じがしませんって言われたんだけど、もうそれは偏在を切るとめんどくさいからですそうやって自分が思っちゃったからそこは封じてますって感じで、あとはあと最後の人は、山、日中監視が山の人だったんだけど、山の、私さ本が見当たらなくなっちゃった、本、山のところに書いてある説明がね、私そんな気がしないって言われたの。そこには確かね、圧倒的な存在感とかね、組織力があるとかね、調整力があるとかね、どこに行っても目立つみたいなことが書いてあったような気がしたんだけど、そのこの最初の4行が私はそんな気がしませんって言われたのね。でそういう時は、どうしたらいいかっていうと、自分で思ってる自分って怪しいからさほぼ、私例えば、艦隊って星が2つあるんだけど、艦隊って女王様の星なんだけど、目立ちたいなと思ってたけど、自分が女王だなんて全然なんか思ってなかった、当時2年前ね。で、ああ私女王なんだって認めてから女王になれたから、でも当時からなんかね、女王性はね、なんか匂わせてたなって思っててで、だからそれはやっぱりないをあると自分が認めると発揮できるものなので、そこら辺は自分でそうやってやっていただけると変わっていく部分じゃないかなって思います。ので、なんかすごい今日一人でわーって喋ったんだけど、今の内容でもいいし何でもいいので、なんか質問があったら質問してください。なければ今日はこんな感じで終わりにしたいと思うんですけども、いかがでしょうか。ちょっと待ってね、なんか書いてくださった方いた、魔法使いになりたいんで私、アメリちゃんこんばんは、YSMZ0823 こんにちは、さえさんこんにちは、なんか質問ある？クリアリングマップの本がさっきまであったのに行方不明になっちゃった。そう、ちょっとクリアリングマップの本が事務局さんから私腰の手元に帰ってきて、10冊は出版社さんのあれで入ってたので、10冊は今販売できる状況なので、もし欲しい方がいたら LINE アットの方からお申し込み書いてあるのでお申し込みしてください。今日は質問ないでしょうか。なかったら終わりにするよ。ないない、自分で言うのもなんだけどいいよひろこさん本当の自分にたどり着くって感じかな。でそれがなんか、まあ最初は慣れてないから書くっていうことで習慣化づけるんだけれど、それがなんかこう習慣がついていくから、本当の気持ち、本当の自分に気づくのがすごく早くなるって感じかな。
ていうかね、私も最近 あんまりインスタライブできてなかったからね、ちょっとツイッターの方に力入れたのがあって、なんだけどちょっとなるべく1週間に 1,2 回はインスタライブは私のためにみんなとこうつながるためにやりたいなと思ってますので、またよろしくね。じゃあ今日はこんな感じでなんかすっごいスピードで喋って終わったって感じだけど、こんな感じで終わりにしたいと思います。では皆さんおやすみなさい。